皆様こんにちはなりわでございます。本日はあの最近ちょっとねあのお顔がすごい乾燥してきてあの私の大好きなあのロクシタンのイモーテルはねあのあるんですがちょっともったいないので毎日使ってないんですね。えー、使わないと途端に何、えー、て言うんでしょうこの辺がね、えー、なんか一気に、えー あのくちゃくちゃになって <laughs> なんか <laughs> 老けたような気がするので、えー、ちょっとねそれ以外であの,あのイモテルばっかりに頼ってないでねあれお高いですからねそんなにねあのジャブジャブ使えるものではございませんので他のものでちょっとね気になったものがございましたので、えー、それらを購入してきましたので紹介をね、えー、させていただきたいと思います。ちょっと一点はリピししたものものございまして とですね、まず、東急ハンズさんで購入してきたものと、それからドラッグストアでね、えー、購入してきたものを紹介をさせていただきたいと思います。まず、東急ハンズさんの方で、えー、購入してきましたのは、これ、えー、リピートですね。あの、これちょっと、あの、なくなる前に購入しておこうかと思いまして、えー、これ、エチュセの。 ベイビーピンクの CC 透明美肌パウダーというものでございますね、えー、こちら本当にあのきめ細かくてあの自然な感じでね、えー、つくので私大好きでございますのであのちょっとねまだまだ持ちそうなんですがなくなってから慌てないようにというまあ,あ言ったついでにね、えー、購入してまいりました、えー、こちらはですね、えー、東急ハンズさんで今日購入しまして うんとあ、合計。あ、えっ、ー、と、一ュセが2530円でございました。多分これ、消費税込みでしょうかね。えー、そしてもう一つが、あら、あ、これで、こちらですね。えー、化粧水で UV クリームの乳液のサンプル付きの肌を潤す保湿浸透水。 えー、モイストリッチというものを購入してまいりましたこちらにね、えー、あクリームもあー日本のクリームがね2袋ついております、えー、こちらは肌を潤す保湿浸透水でもう浸透水モイストリッチということで、えー、とろみのある、えー、質感で肌に滑らかに馴染み潤いを与える化粧水保湿成分 が角質層の角質層の隅々に,まに浸透してしっとり潤う,う肌に整えますということでこれはあのアルコールとかパラベン香料無効あのなどは全てえあの不使用ということでございましたえこれねえセラミド成分が私一番気になったのがね そのセラミド成分というのがねちょっと気になりましてやっぱりセラミド成分っていうのはねお肌の奥に届けてくれる成分なので、えー、とまずまずこちらですね、えー、角質層に水分を補い乾燥を防ぐ,防ぐ成分ということで、えー、大豆の麦芽 抽出液が使われております。でイソフラボンを豊富に含む保湿成分、角質を健やかな状態に整え水分保湿機能を助けます。でその次私が気になったのが必須成分セラミドですね。角質層がバリア機能を果たす上で重要な、うん、細胞 脂質の主成分優れた保湿力を持ち水分の蒸発を防ぎますということですね。でヒルアロン酸も入っておりまして、えー、表面肌に水分を抱え込む膜を作りみずむずし潤いを保ちますということですね。えー、こちらアルコールパラベン香料など鉱物油などは一切使われておりませんということだ ことでございましたので、えー、ねちょっと気になりましたので、えー、購入してきました。うん、これは開始、えー、これなんもつやまもつやさんのこれもつやまさんでしょうかねもつやまさんというところの化粧水のようでございます。ちょっとね、えー、手につけて試してみたいと思いますねどういった使い心地なのか。 えー、こちらのお値段が、えーえー、1540円でございました1540円これは、えー、っと120ミリリットルですねなのでまあ普通のサイズでしょうかね、えー、ではちょっとあちょっとねとろっとした感じでわ、えー、かりますかとろーっとした感じ、えー あだけどあ、匂いはないのでしょうかね、とろーっとしてるんですが、手につけると、すーっと馴染んであの、ベトつき感はないですねえ、さらっとした感じですね、もうないですね、すごい浸透力ですね、これはちょっと、えー、楽しみでございますね。えー まあちょっとねいろいろ試してみたいと思いましてまずね、えー、こちらを購入してまいりました、えー、東急ハンズさんでは以上でございました次あのドラッグストアの方でね、えー、ちょっとお試しで買ったものがございましてまずこちら <laughs> これお試しあの新発売前事前 発売の前のお試しセットということで、えー、しっとり補修のツヤツヤということでラックスのシャンプーとそれからトリートメントのセットを購入してきましたこちら178円だったような気がいたしますはい、えー、これはまあねちょっと使ってみないとわからないので、えー、使ってからまたね、えー、よかったらあの本体を購入してみ、えー、たいと思いますね それからあのもう一つね化粧水、えー、とっても気になるのが <laughs> ありましたので、えー、こちらですねはいアサヒさんのおプラセンタエキス化粧水ということですね素肌、えー、のためにたっぷり保湿ということで6つのなんだ無添加ということで。 低刺激の敏感肌用だから敏感肌の方も安心してこちらお使いになれるんではないかなと思うんですね。えー、っとまず6つの無添加というのが無香料無着色無鉱物油アルコールフリー、シリコンフリー、パラベンフリーということでございますね。えー、でこれは、えー、どこかな あ入りでございました。あでそして主成分が水グリセリン DPG そして BG プラセンタエキス加水分化ヒルアロン酸セラミドこちらもセラミド2が入っておりますそしてハトムギ、種子エキスうみたいえっ、ー、と それからあのいろいろ入っておりますけど有効成分ですね、えー、なので、えー、こちらもちょっと気になるのであのね朝日さんのおプラセンタエキス化粧水ということでね プラセンサーが入ってしかもセラミドもあるということで、えー、こちらこちらとねどちらがいいでしょうかねこちらちょっととろっとした感じでしたけどこれはもう本当の液体のようでございますねちょっとね、えー、あ封を切ってみたいと思いますねよしもう今夜からね早速ね、えー、両方とも <laughs> <laughs> どちらがいいとか悪いとかじゃなくてまずこちらをたっぷり使って、えー、その後に絡まってますね <laughs> ちょっとどのように取ったらいいんでしょうかあ取れましたはい、はいえー、これをね、えーまあ、ふあのたっぷり使った後にこちらをねちょっと。 美容液成分のような感じで使っていきたいと思います。それから、あの、いつも私が使って、ニベアですね。ニベアのクリームを使って、いや、ちょっとこれ使ってみますね。あ、あ、僕らも、み、本当、本当化粧水ですね。こんな感じで。はい。あ、こちら、もあ、本当ほんのりと匂いが、あの、匂いは。 ほんのりでございます。もうない、ないに近いですね。ああ、これ、こちらはもうすっかりあの、スーッとして、あの、ほん水分がたっぷりって感じですね、えー。これを使った後に、こちらをね、使うとよ,より一層、あの、いいんじゃないこと。こちらね、こうやってわかります。とろっとしてんのわかりますか？とろりっとしてるのがお分かりいただけます。とろとろ,とろっとしてるんですよね。 でね、こんな感じでとろっとしてまして、えー、こう伸ばすとすっと伸びますねこちらもあの匂いはないですねほんのりあるかもしれないですけどほとんどないに等しいですねはい、えー、こんな感じでねあのすっと伸びますのでね あこれはあのちょっと水分を保っててくれてるようでございますね全然あのベタつき感が私ねちょねちょペトペトするのが苦手なんですね、えー、なのであのそれだったらちょっと嫌だなと思っていたんですがこれねどちらも、えー、あの朝日さんのプラセンタエキス化粧水とそしてこちら何でしたっけちょっとお待ちください。 そうだ取っっっってしまたたから分かららななくなっちゃった <laughs> パッケージはあこちらですね「えー、肌を潤す保湿浸透水」ということでね,あのね、えー、こちら最初こちらを使ってその後にこちらで補っていって、えー、その後にニベアクリームをね使っていこうかと思っております。はいえー、ということであの今回はあ以上。 えー、気になったものあこの化粧水ですが、えー、もう一度、えー、これは、あこれは東急ハンズさんの方ですね。<laughs> さっき言いましたもんね、確かね。えー、こちらの化粧水は、えー、とどれだろう。あ,あ1078円でございました。えー 税込み1078円でございますね、えー、なので 500ml ありますからたっぷり使えるのでいいなと思っておりますね、えー、あの今ねハトムギ美容水も使っておりますけれどあちらはね体の方にねちょっと使いたいと思います私最近ね体が結構乾燥気味でございますので、えー、体なんかねあのボディにね、えー、使ってこちらを顔に、えー、あの。 やっていこうと思いますねえ。使うのがとっても楽しみでございます。よかったらまたね、えー、こちらはリピートしてね、えー、使っていきたいと思っております。まあ今日ねちょっとねすごくねあのー、外に出かけてきました。風がすごくってもうあの落ち葉があの ちょ落ちあの散ってるの舞い上げるようにね、えー、風が今日待っておりましたからね、えー、なんか本当冬本冬のように本当に寒い今日は1日となりましたけれど皆様方ねお風などお召しになりませんようにお気をつけてお過ごしくださいませもう本当ね私最近この時期になるともうね乾燥が気になって気になってしょうがないんですね、えー、だからなんとかあ乾燥を ううまくケアしていけたいけたらなということこでちょっと気になっているものを購入してきましたので紹介をさせていただきました。またあの実際に使ってみて感想をね後日お伝えできればなと思っております。ということで皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。<music>